EU の一番の中にこの EMS のポストがたくさんあります。でね、これは便利だねというふうに思ったら、こんなの誰も一度も回収してるのを見たことないと、ね、8年間店やってる人は、いや、これ出してるやつもね、回収してるのを見たことないっていうことなんで、まあ何なんだろうと、まあ、もしね、使えるのかななんて思って入れてる人がいたら、ひょっとすると8年前の、ね、あるいは1年前の荷物がそのまま中に入ってるということも起こるかもしれない、ね、もしかしたら中にね、だいぶ前の荷物が入ってるかもしれないというようなね、中国恐るべしというような、ポストでした。ポストがあるのは立派なんですけどね、むしろ回収しないで機能してないんだったらない方が混乱しなくていいんじゃないかというふうに思いました。